あれ猫吉のさ、いつものあれが流れてない？気のせい？なんか流れてるよね。コラボやってるからか。あ、なるほどね。ということで、じゃあ早速ですね、今回も白ドラの方やっていこうかなと思います。ほぼログインズ。ということで、すごいな。黒が王の存在感が半端ないんだけど、めちゃくちゃかっこいいんだけど、じゃあちょっと襲来来てるんでやっていこうかなと思います。はい。さあ、ということで、超生命体強襲でございます。猫軍団襲来、猫軍団から、城下町を守れと。じゃあ早速行きましょう。はい。まあこれはもう放置ゲーなんでね、ちょっと眺めていこうかなと思いますけれども。そうだね、そう。にゃんこの方でも白ダラコラボの方が来て、で、こっちのね、白ダラの方でもにゃんこコラボっていうね。さあ、どうだろう、クリアできるかなわかりませんけれども。まあ眺めるだけだからね。お、城が、いいね。これね、めちゃくちゃ、敵なんかこれ。うわー、どうだろう。勝てるかな勝てるかわかんないけど、やっていきましょう。で、あとそうだ、この間さ、数日前なんだけど、数日前って言っても1週間以上前かな。そう、ガチャ動画やったんだけど、それまだ開けてないんだよ、白ドラの。まあ、それも後でね、ちょっとね、編集してあげなくちゃいけないんですけども、ちょっと時系列が、もしかしたらめちゃくちゃになるかなとは思うんですけれども、まあ、その辺はお許しいただければなと思います。そして BGM が、いいね。どうだろう、倒せるかな倒せるかな、せめていいところをお見せしたいところではあるけれども、最近な、あんまり育成もしてないんだよな。もうなんかさ、ログインして、で、その報酬受け取って、よし、満足だなみたいな感じで。で、それでもうね、助け切っちゃうからね。なかなか最近ね、ちょっとね、やれてないんでね。ちょっとニャンココラボ来てるんで、その辺もちょっと最近というか今後ちょっとやっていきましょうかね。あ、お大丈夫？これいけそうじゃない？ほら。よし。前線の敵は倒したぞ。あとはこの城の前に待ち構えてる奴らを倒せば、完了かなとは思うんだけど、どうだろうなぁ。あ、でもなんか、なんとなくいけそうじゃない？ほら、まだサタンガールも生き残ってるからね。あ、そうだ、ガールで思い出したんだけど、そう、こないだそのガチャの動画で、なんだっけ、メタルのガールを引いたのよ。そう、あれも、そう。そうだ、まだ育成させてないんだよな。あー、やべ、サイクロプス消えたか。そう、あれもかなりね、もう強力なキャラクターなんでね、ちょっと使う動画やりたいなとは思うんですけれども。さあ、どうだ？ちょ、サタンガールが、ちょっと待って、なかなか進めてないんだけど、大丈夫ですか？ああ、大丈夫そうですね。さっきびっくりしたな。全然さ、動いてないから何が起こったと思いましたけども。よし。あと残り1分20秒で、まあ、多少なりとも、あ、大丈夫だね。こっから逆転されることはないでしょ。ほら、大丈夫そうですね。よし。で、後ろから、なんだっけ、このキャラクター。こいつもね、もう来てるんで大丈夫かなと思いますけども。よし。大丈夫そうだね。あ、よかった。ちょっとその間にですね、ちょっと水分補給して、待とうかなと思います。このさ、にゃんこ仕様の剣士めちゃくちゃ可愛いよね。あ、クリアした。はい、ということでクリア。よし、よかった。無事クリアできました。これの報酬なんでしょうかね。だから黒顔が出てきたからさ、あいつが出てくるんかと思ったけど、まあ、なわけないよね。じゃあちょっと受け取りましょう。はい。さあ、ということで、あ、やった。ルビー30個でございます。じゃあちょっとコラボのやつ見ていきましょうか。はい、ということで、お、光獣ガオーダーク登場。マジか。うわー。これはもうやるしかないよね。もうめちゃくちゃルビー貯めたからね。で、あとは、コラボ限定激レア置き換え。さらにコラボキャラの、コラボ限定激レア置き換え。猫、かっこレドラ。と、猫ムート、赤竜赤竜もう登場ということで。うわ、めちゃくちゃかっこいいな。めちゃんこかっこいいね。で、あとは限定キャラ、猫でございますね。コラボ限定キャラ、猫が登場。背が高くなったり、足が長くなったり、ユニークな置き換えを楽しめると。この卵、これ、見た目めちゃくちゃかわいいね、これ。なんかすごい可愛い。ツルッパゲ感ね。あとはコラボ限定フレーム。何これ、フレームって俺知らんけど。こんだけのあったんだっけ？あ、なんかすごい可愛い。肉球があっていいね。で、あとは、スペシャル討伐イベントか。あー、なるほどね。コラボキャラ、光獣ガオーダークを使って楽しめるチャレンジ討伐イベント。マップは、日本が舞台の特別仕様。全国制覇を目指して大暴れしよう。ステージクリアで、白置き換え、にゃんこ砲弾を獲得できる。なるほどね。まあ、あとは適当にずらーってあるわけなんですけれども。あとは白城主を倒してミッションを達成すると、あー、これいいなー。剣士のこの着せ替えだよね、これね。見たまのやついいなー。
なるほどね。ああ、ちょっとレベルアップしちゃう。そういえば白レベルがなかなか上がらないんですよね。ちょっとプレゼントボックス受け取りましょうか。できます。はい、これでだいぶ増えるんじゃないですかね。ああ、86,000でございます。あれ待って、さっきのチケット何だろう。ああ、これか、コラボのアバタマね。これちょっと次回やるかな。ちょっとこれ次回やろうかなと思います。はい。で、今回に関してはね、スペシャル討伐イベントの方やっていきましょうか。コラボのね。どこだっけ。一人でか。一人でのこれでございますね。はい。まあ最初は難しくないんじゃないのかなと思うんでね。ちゃちゃっとやっていきましょう。まずは初級でございます。いきまーす。はい。猫フレアでスライムを蹴散らすにゃ。いきまーす。はい。さあ、ランダムデッキに関しては、キャラクターに関しては、ムートでございますね。じゃあ、ムートをここに置きまして、そう、使ったことないからさ、こうやって使えるのいいよね。で、剣士は、この辺でいいか。他的に出てくるのかな。これさ、たまに失敗するんだよ。そう、たまに失敗するからね。その辺も。よしよしよし。さあ、この攻撃、いいね、かっこいいわ。やっぱかっこいいね。で、この一撃で倒せ。いけた。また出てくるのか。なるほどね。どうしようかな。これどうしよう。またでも、ムートはもう出せないか、これは。これどうだろう。これで大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。これで上に進んで、よし、これで大丈夫じゃない。 OK。 まあさすが初級でございますよね。そんな難しくないですね。はい、てな感じで、あともう一個やっておこうかなと思います。はい、次も多分そんなにきつくないんじゃない。多分ミッションの内容はそんなにあれかなとは思うんでね、サクッととりあえずクリアしちゃいましょう。よし、 OK、 クリアでございまーす。 OK、 満点でございますね。あ、白にゃんこセットを獲得済みね。なるほどね。あれ、これだけなの。あれ、これだけだっけ。あ、スペシャルか、こっちか、こっちだ、こっちだ。じゃあこれやっていきましょうか。まあ、これも初級だから大丈夫かなと思うんで、じゃあやっていきましょうか。キャラを召喚して敵と戦ってみよう。召喚に必要なコストは一定時間で回復するぞ。じゃあいきまーす。はい。よし。で、あれ待って、これのはさ、ミッションの内容見てなかったんだけど、まあ、なんとかなるか。はい。で、キャラクターは何が使えるのか。あ、猫なんだね。なるほどね。さあ、早速戦ってまいりましょうか。おぉ、この攻撃いいな。めちゃくちゃいいな。これ良くない？すごいんだけど、目からさ、目からビームよ。あ、ちょっと待って、あ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。ちょっと待って、猫をもう一回出しておきたい。ここでいいかな。この攻撃いいな、この目からビーム。すごいいいんだけど。うわぁ。これはなんだっけ、卵だったっけ。これ超欲しい。あ、で、準備 OK ボタンなってるから、これなんだっけ、これは、これは押すと、待って、これ右のやつなんだ、わかんけど、まあ、いいや。いいな、この攻撃。すごいいいんだけど。うわぁ、超かっこいいね。目からビーム出すだけでなんでこんなかっこいいの、わからんけれども。よしよしよし。ちょっと取り巻きが多いよ。なうわぁ、こいつ。なんこの金色のやつ。じゃ、こっちもガンガン。そうか、これ、あれか。でも、そんな強くないな。そんな強くない。大丈夫だね。さすがだわ。さすが初級でございますね。はい。まあ、残りステージはまた後でやっておきましょうか。はい。ということで、まあ、今回はですね、このニャンコのコラボの触りだけやりましたけれども、まあ、次はですね、ちょっとガチャの方をやっていこうかなと思います。まあ、出るかどうかわかんないけれどもね。まあ、とりあえず、ちょこっとガチャの方を回してね。まあ、運が良ければ、やってくれるかなと思うんで、お楽しみにしていてください。ということで、次回に続く。